おはようございます。おはようございます。今日はですね、こちら見えないわ、なんかカルボナーラ風のスープを作ったんですけど、そこにホットミールを入れてリゾットみたいな感じにちょっとしてみたんですけど、多分ねこれね味薄いと思うんだよね多分味薄い気がする。まあ作ってみました。卵ちゃんがいます。はい、ちょっとね朝ごはんいただきたいと思います。味薄い？わかんない。うん。美味しい。でもまだなんかアスパラガスとかベーコン入ってるからまだよかった。ちょっと味あってもよかったかも。味濃いですね。ちゃんと今日ね、あれも作ろうかなと、あのフレンチトースト作ろうかなと思っとったん、朝。おいしい卵。昨日もうピーナーが食べてたフレンチトーストほんまにおいしかった。うん、フレンチトーストっていいなと思って。そう、私が食べたパフェもめちゃめちゃ美味しかったんよ。もうなんかキャラメルとナッツのパフェだったんだけど、どっちもさ嫌いなわけないやんみたいな。
しかもキャラメルだからめちゃめちゃね甘かった本当に。相当カロリー入ってるんだろうなと思って、いろんな。だってもうキャラメルの時点でもなんか。ねみたいなね。しかない。わかる。そのままね、惹かれないんだよねキャラメルに。って思ってたんだけど、最近は全然普通に食べれる。お菓子とかあんま引かれんかった。キャラメルポップコーン美味しいよね。ミルキキャラメルとかね、そう。あんま食べんかったよ。砂糖をさ溶かしてキャラメルにするのもいいけど、もう最近もうさ、あの明治のさミルクキャラメルを溶かしたらもうキャラメルできるのいいよね。ゆぽうさん、キラキラピッピさん、ハートありがとうございます
love in your life。うんうん、そうだ、今日生誕だ。ごちそうさまでした。美味しかった。そう、今日はね、昼夜でうちも生誕があるんですよ。ホナトンとソラハであるんです。お粗末様でした。オートミールハマって、そうね、オートミールめちゃめちゃハマってる。衝撃の粗末。お粗末、ハートありがとうございます。高橋さんの禁じられたスタイルを衣装着て見てみたい。どっち？ピンクか。禁じられた二人。こぎ疲れたら、愛し合えるからみたいなやつです。どうぞ叶わないこの恋を許してね。胸に秘めたまま、どうぞ叶わないこの恋を許してね。
残酷な運命に身を任せ、信じられた二人、今日公演です。ているその皮が硬すぎる、あれしてこれして売れてゆく、おいしいバナナになれますように。私って小宮でも結構大人だよ。気痩せするタイプだけど意外にグラマーだし、アダルトな化粧するし、恋も中級者くらい。イエー Maybe背伸びはやめなさい。優しいふりしてる自分も軽蔑しようか。今日何しようかなって、髪の毛そう、舞台に出たいと思っててずっと言ってるんですけどね。うん、なのでとりあえず振りをまず覚えようと思って。門脇さん、舞台の振りをまず覚えてだったら出せるかなと思って。そう、とりあえず一応あのビンゴは踊れるやん。ビンゴとか僕隊はさ、まだ踊れるから、私タムのポジションやりたくて。そう、あのチャイム鳴ったらバッグを取り出す、おとりあえず覚えたのと、そうなんよ、なくなっちゃう気もしてて、もしかしたらみたいな。
あとレイダン、レイダンとバイゼンが明るく行こうぜ、もう続く道バイゼンが終えた。そう、舞台公演やりたいなーっていうね。そうなんや、先生白くんが来る前に。あ、夕日ね、夕日ってそんな動かんけ。終わりそう。何公演するんだろう。てかミュたちもまた新しい公演したいね。走れ私全速力で自転車だ、バスから降りたら。アイドルなんてボナンってできるね。アイドルなんて呼ばないで、アイドルなんて呼ばないで、今いつでもあなたを見てる。多分のところだから私はあれで、私はなかなかな、そう、せめてこっち振り向いてよ、私はなかなかな。アキセバさん、だるまありがとうございます。でもにゃん、ま、ありがとうございます。そうね、夕日はすぐできると思う。森さん、レインボースターありがとうございます。あ、東京ディベンジャーズ誰が好きな、あーごめん、トーマン見てないんだよね。トーマン見ようって思う。トーマンも見たいし、ヒロアカも見たいし、なんだろうな、すごいなんか、あ、呪術廻戦だ、呪術廻戦も見たいなって思うんだけど、なんでか見んのよね。なんだろう、たい焼き食べてないですね。実は今日月曜日なんですね。敬老の日ですよ。おばあちゃん、おじいちゃん、いつもありがとう。なかなか会えてないですけれども、なかなか本当に物心ついた時に会ったことないですけど、でも絶対また会いに行きたいです。配信は見てないですね。はい、絶対見てない。明日月見ですよね。
った気がする。月見団子を買って帰ろうかなって思ってて、近くにね和菓子屋さんがあったんですけど、そこに月見団子売ってたので買おうかなと思ったんだけど、多分やってないなと思って今日普通にスーパーで買う気がします。どうして毎日早起きしてるの？みんなにおはようが言いたいからだよ。月見団子に月見バーガーに月見パイ、もう最高じゃないですか。最高の組み合わせ全て。うわー、それがいいな。月見シェイクも飲みたいし、月見フルフルリ。すみません。くじゃみしちゃいました。ごめんなさい。はい、では皆さん、私の配信はこれにて終わりたいと思います。今日は、僕恋公演、久しぶりのピョ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 僕恋公演で、昼夜と2公演あるんですけど、ほのたんとそらの生誕祭ということなので、2人をねたくさん二人への思いを込めて、愛を込めて、今日もねたくさん踊っていきたいと思います。にゃで来るよっていう方、楽しんでいただけるようにね、私たちもたくさんおもてなしするので、しっかりと受け止めてください。では今日も頑張りましょうね。13位のくぽこさん、12位ゆうぽ、31位なの、30位がポンター、9位がハロータン、頑張ってくる8位ふっさん、7位しまかぜさん、6位キラキラピーピーさん、5位アッキーセブンさん、4位がペーパーミン、3位が昔からおじんさん、ありがとうございます。第2位がキージージュくん、ありがとう。そしてそして今日の第1位がモーさんです、ありがとうございます。今日もありがとうございました。また明日の朝お会いしましょう。それか今日来るよって方、また後でまたねー。